実は腰振るだけでお腹、背中、太もも一気に解消する方法、早速仰向けで寝ながら一緒にやっていきましょう。はい、それでは早速仰向けで寝ていきます。仰向けに寝ていただいて、そのまま左右に膝を揺らしていきます。それでは行きます。はい、ゆっくりゆっくり左右に倒していきます。この時にお腹に手を置いておくと、お腹の筋肉動いているなっていうのを感じることができると思います。このようにお腹の大きな筋肉が動くことによって、寝ている間に代謝を上げることができるようになります。また寝る前に骨盤の位置を整えておくことによって、すっきり朝目覚めることができますから、まずはこの方法を1分だけでもいいのでやってみてください。それだけでも十分腰痛だったり脊柱管狭窄症の予防や睡眠の質を上げるということができるようになります。そうです、そうです。はい、これでまだ余裕があるよっていう方は、足を交互に開いていく方法やっていきましょう。はい、左右に交互に開いていきます。そうです、そうです。これで股関節の内側、内転筋という筋肉を緩めることができます。この筋肉は骨盤から膝の内側までつく筋肉になります。この筋肉が硬くなっていると、膝が内側に入ってしまって、膝の痛みや腰痛の原因となってしまいます。なのでできるだけゆっくりこの左右の差を感じながら、こっちの方がよく開くな、こちらを開いたら腰が痛くなるなというのを感じながら、交互に開いてみてください。そうです、そうです。そのままゆっくりゆっくり開いていきます。はい、では続いては片方の足をぐーっと曲げて下ろしていきます。これを交互にやっていきましょう。はい、上げて下ろす、上げて下ろす。余裕がある方は膝を抱えてぐーっと曲げてみましょう。そうです、そうです。これで腰が痛いよ、お腹が引っかかるよっていう方は、上げて下ろすだけでも大丈夫です。そうです、そうです。ゆっくりゆっくり筋肉の動きと体の動きもしっかりと連動して動いているなっていうのを意識するだけでも体は変わってきますから、ゆっくりゆっくりやっていきましょう。そうです、そうです。体が少しずつポカポカしてきたなっていうのを感じることができると思います。上手にできている証拠です。はい、ではこの曲げていたお膝を伸ばして元に戻す方法を交互にやっていきましょう。はい、曲げて伸ばす、戻す。そうです、膝ができるだけ伸びるように、足の裏はそのまままっすぐ行くようにしていきましょう。そうです、そうです。これをしていくと、歩いている時にしっかりかかとからつけるようになりますから、姿勢よく歩けるようになります。そうです、そうです。ゆっくりゆっくり曲げ伸ばしして、関節や一つ一つの筋肉を動きやすい状態、疲労が取れるような状態に持っていくということが大切なので、まずはダイエットのスタートとしてゆっくり始めていくということが大切になります。そうです、そうです。曲げ伸ばしゆっくり、そうです、そうです。
はい。ではですね、そのままお膝を伸ばしていただいて、左右に腰を振っていきます。はい。左右に腰をゆっくり、ゆっくり振っていきます。そうです、そうです。これで先ほどやった膝を曲げた状態よりも体が伸びていますよね。伸びている状態で腰を振ることによって負荷が上がってきます。なので伸ばした状態でゆら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 全身が揺れているなっていうのを確認しながらやっていただくことによって脳みその脳幹と言われるような体幹の筋肉を動かしたりとか睡眠の質を上げる脳みそが活発化してきますから寝る前に老廃物しっかりと流してリラックスすることができるようになります。そうです、そうです、いい感じですね。はい、ではそのまま足をつけたまま交互に足を曲げ伸ばししていきましょう。はい、曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、そうです、そうです、そのまま交互に曲げ伸ばし、そうそう。これは下のお布団やベッドにすらせるような形でやっていただければ十分です。またしんどくなるよっていう方は休みながらでも大丈夫なのでリズムよく左右のバランスが整いそうだなっていう風なのをなんとなく意識しながらやるだけでも十分効果がありますから、ゆっくりゆっくり動かしていきます。そうすると股関節周りの筋肉が柔らかく柔らかくなっていきます。そうです、そうです、いい感じですね。そのまま、はい、では両方のお膝もう一度立てていただくんですが、その時に足を開いてください。このまま左右に腰を揺らしていきます。はい、左右に揺らして揺らしていきます。この時に両方のお膝がベッドにつくよっていう方はですね、ついたままでも大丈夫です。腰を軽く軽く振っていくというのが大事になりますから、開いたまま腰を振って振っていきます。そうです、そうです、そのまま楽に楽にリラックスしながら、あ、腰に効いてるなっていう方はですね、少し足の開きを少なくしてやっていただくと腰の痛み変わってくると思います。そうです、そうです、いい感じですね。そのまま楽に楽に左右バランスよく揺らして揺らしていきます。そうです、そうです、はい、では両方のお膝もう一度まっすぐ立てていただいて腰を前後に振っていきます。はい、前後前後に振っていきます。そうです、そうです、上手ですね。そのまま前後前後に振っていきます。そうそう、お腹の筋肉や背中の筋肉、太ももを連動して動かすことができますから、そのままゆっくりゆっくり動かしていきましょう。そうです、そうです、いい感じですね。お尻の筋肉も触っていただくと、あ、動いているなっていうのを感じることができると思います。そうです、そうです、そのまま前後前後に動かしていきます。そう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 、そのままゆっくりゆっくり前後に動かしていきます。はい、では足開いていただいてそのまま上下に動かしていきます。いきます。はい、上下に
動かしていきます。そうですそうです、これで骨盤がキューッと締まっていきますから、骨盤の位置整って睡眠の質が高くなっていきますから、ゆっくりゆっくり前後に動かしていきます。体が温かくなってきたな、またお腹がキュルキュルキュルってなってきたよっていう方は自律神経整っている証拠なので、しっかりと睡眠の質上がってきますから、そのままゆっくりゆっくり、途中で寝落ちしても大丈夫なので、できる範囲でいいですから、毎日の習慣にしていきましょう。そうですそうです、またどこまでできたかなっていうのをコメント欄などで教えていただけると嬉しいです。そうですそうです、前後にそう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 、はい、どうでしょうか。だいぶ体がすっきりしたのではないでしょうか。他にも寝る前にできる顔のストレッチや他のストレッチも紹介してますから、できそうなものを選んでやってみてください。それではまた明日、バイバーイ。